おはようございます。山師チャンネルのゆうまです。本日の作業は雨が降るためですね、材の搬出の方をやっていきたいと思います。ちなみにですね、切った材は、このようにこちらとですね、こんな感じで、道沿いに溜めていってるんですけれども、ここが、非常に狭いですね。山の斜面ですねに道を作ったところになるので、非常に狭いので、慎重にですね積んでいって搬出していきたいと思います。では早速やっていきたいと思います。配置はですね、プロセッサーで材を取って、キャリーの方に乗せていくという形ですね。こちらが狭くなっているので、このような積み方になっています。十分気をつけて作業していきたいと思います。
はい、積み終わりました。だいたいですね、キャリーに乗せるのはまあ8割ぐらいにして、横転とかしないようにしてください。今から運んでいきたいと思います。ここからはヒロさんにお願いします。普段はですね、この作業を一人でやってるんですけれども、今日はですねちょっと雨が降るっていうことで急ぎだったのでちょっともうダンプアップして、でもうその場でどんどん取って持ってきてこういう感じで積んでもらうという形にしてます。普段はそのキャリーの上から直接取ってこちらの方に積んでいくという形になります。
最後に、出し終わったらですね、道路をきれいにしていきたいと思います。柿板や竹ぼうきなどを使ってきれいにしていきます。材の搬出をした際は毎日この作業をしてから帰るようにしています。大きいゴミを柿板で集めた後、最後にほうきで仕上げていきます。はい、本日出した材がこちらになります。ヒロさん、お疲れ様でした。はい、まあ今日も安全に作業ができてよかったと思います。ではお疲れ様でした。